102度整形102度線整形102度線は本初四五線面から西へ102度の角度をなす、経線である。北極点から北極海、北、アメリカ、太平洋、南極海、南極大陸を通過して南極点までを結ぶ。整形102度線は統計78度線と共に大円を形成する。整形102度線は北極点から南極点まで南に向かって、 以下の場所を通っている。カナダでは、成形102度線が、ノースウェスト順州とヌナブト順州の境界、及び、サスカチュワン州とマニトバ州のおよその境界になっている。カナダでは、成形102度線が、ノースウェスト順州とヌナブト順州の境界、及び、サスカチュワン州とマニトバ州のおよその境界になっている。カナダの自治量測量において、成形102度線は、 第二軽線とされていた。しかし、当時の測量が不正確なものだったため、第二軽線は、実際の成形102度線よりも約400メートル西に、設定された。第二軽線は、サスカチュワン州とマニトバ州の境界になっている。また、成形102度線は、ノースウエスト淳州とヌナブト淳州の境界になっているが、これは、第二軽線ではなく、実際の成形102度線である。 サスカチワン州とノースウエスト準州、マニトバ州とヌナブト準州の境界は、北緯60度線であり、北緯60度0ブレ秒整形102度0ブレ秒、北緯60.0000 00度整形102.0000 00度、60.0000-102.0000 00 00地点付近に4つの境界が集まる。この地点は方向ナーズと呼ばれているが、上記の理由により、 南方の境界線が少しだけずれており、正確には良い境界ではない。アメリカ合衆国では、コロラド州の東の境界が、整形102度3分線となっており、整形102度線から約2マイル西のところを平行に走っている。これは、ワシントン経度による、整形25度線である。また、かつて、ジェファーソン巡州の西の境界が、整形102度線であった。 ありがとうございます。